はい、今、愛知県森林公園に来てます。カブトムシの成虫、夏になるとみんな、まあ、探すと思うんですけれど、探す時のポイント、ちょっと教えておきます。ちょっとこれが死んでるんです。スズメバチ死んでます。結構こう大きな木、まあ、クヌギとかコナラ、まあ、地面にどんぐりが落ちてるところの木を、まあ、見るとこう黒くなってるところとかあるんですよね。ちょっとこの辺黒くなってる、あとこういうとこも黒くなってる。こういうとこは樹液が出てる可能性があります。冬とか春とか夏のシーズンじゃないときは。で、まあ、これも多分これ樹液ですね。で、結構ね、樹液はバーッと出ると、まあなんだろう、樹液の汚れというかあれで黒くなってますね。で、こういうのを頼りに、まあ、兜のポイントを探すことができます。で、これもまあ穴は開いてますけど、もしかしたらクワガタの幼虫がいるかもしれない。で、まあこう地面の方を見てみたら、もうすぐじゃん、結構はい、立ったじゃん。これはあれだね、カブトのオス。そんなに大きくはないですね。これはこうやって50ミリぐらいかな。で、スズメバチの死骸で、こう意外とね、葉っぱをこうどかすと足とか見つせれますね。で、まあこれが、これでまあ見つけて夏探そうかなっていう感じですね。こんな感じです。まあ実際この森林公園で夏カブト探しはしたことないですけど、結構親子でやってる人もいるんで、多少は見つかるかもしれないですけど、まあみんな探してるからなかなか捕まえることは難しいと思います。なので、まあこうやってポイントを押さえて、まあ自分で開拓して、で、まあそのポイントだけを見るっていう風にすると効率はいいかもしれないですね。なかなか今日はいるけど明日はいないとか、この前いたけど全然いないとか、そういう場所もあるので、で、まあいろいろ探すとトラップとかも置いてあるんですけれど、まあそれを目安に、まあここをポイントにするといいかもしれないですね。はい、こんな感じです。以上、カブトムシポイント探しおすすめです。おすすめ動画、こんな感じでやるといいよっていう動画です。じゃあまたね。うん、それにしてもこう探すといっぱい出てくるな。バイバイ。足結構こう、なんだろう、死骸を探すのもちょっと楽しみですね。ノコギリがいるんだとか、コクワがいるんだとか、カブトがいたんだとか、じゃあ夏にここを見に来ようとか、そんな感じで楽しんでます。以上、ニャンスーでした。またね。バイバイ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 。アデュー。アデュー、さよなら。